結納場自身はビジネスマッチングではないんですね。でまたそのボランティアのマッチングでもない。でその地域の産業をどう復興させるかっていうことを考えた時に、まあ、お金の支援だったりとかハードの支援だけでは足りないと。通常のビジネスマッチングのような商談会の仕組みはあってもそこでなかなか勝負ができないというような状況があって、それは地元の被災された企業さんの経営力をどう回復してさらに高めるかと。でそのための支援というのはなかなか存在してなかったんですね。でそれをやれるのはやはり経営に長けている企業さん、特に大手中堅はいろいろなリソースをお持ちなので、そういったところを活用した仕掛けができないかなと。それがユイノバを考えたそもそもの背景です。お金で解決できない部分が多いわけです。やっぱり知恵とかアイデアとかノウハウが必要ですので、なかなかそういう面ではこの難しい面がございます。そういうことでこのユイノバというこのマッチングの場をですね設けさせていただいてまして、大手企業さんのいろいろなノウハウをですね、地元に、こう移植していただこうというようなことでやっておるわけです。あと、出身、ご自身の出身地、あとは、このユイノバにかける中意気込みでも何でも結構ですので一言いただければと思います。そうですね、共同のカタログで通販を始めるだったりとか、その企業マルシェというところを通じて商品の改善のアイデアが出たりとか、あとはその支援企業さんがお持ちの技術力を活用して新しい商品開発にトライするとか、そういったプロジェクトが生まれ始めています。いいスタートが切れたのかなと。地域産業、いろいろ南三陸も取り組まれているんですけど、やはり石巻気仙沼よりも少し復興のタイミングが土地の問題もあり遅れているところがあるので、このタイミングでやれたっていうのは非常に良かったのかなというふうに思っています。だいぶその首都圏や西日本の方ではすごく復興に対するですね風化が激しくなっています。そこでぜひいろんな企業さん、これまでもたくさんの企業さんに関わってもらってますが、もっと多くの企業さんの力が必要になってきますので、ぜひご興味あれば説明会だけでもお問い合わせだけでもしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。